冠末期。啊你！索本すでに死す。韩軍を討ち、頂点の世を目指すのだ。よいしょ。前線より韓軍に押されているとの報告が。なんとか兵力差を覆さねばなりませんぞ。山賊に襲われている部隊もあるようです。こちらも救援に向かった方が良いでしょう。山賊もまた間質腐敗の犠牲者である。我が力で信徒とし兵力に加えようぞ。しゃあ、哀れな山賊よ。我が力に比例し我が兵団に加わるがいい。何言ってやがる。俺様の邪魔をするんじゃねえ。さあ悔い改め我が力となるがよい。なんて強いお方だ。俺もぜひ仲間にしてください。止め。おお、さすがは兄者。荒くれた山賊を手なずけるとは。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。山賊は神まで向かっているようです。ならば救いの手を差し伸べよ。神こそ救いを呼び犠牲者よ。とても世となればもう飢えることもない。さあ我と共に来るのだ。あんたが集う皇天の世を見てみて。冒険に入れてくれ。兄者の力で信徒が増えていきますな。官軍に対抗できる力も蓄えられましょう。さあ今こそ我らの力を示す時。進め冒険の子らよ。敵にさらなる援軍が到着した模様。昇格様を狙い進軍中です。やってくれるな。我が陣営も姿勢が上がろう。一人か。その火力は認めよう。ご恩返しになりましただ。オラたちも冒険者のお力になりました。よーらいっす。兄者の力は民の心も動かす。昇格様の護衛はオラたちに任せるな。そなたの勇士こそ天意の現れ。我もそなたに続かず。やりおるな。我が陣営にも良い影響が出ようと。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。我が陣
も姿勢が上がろう。みんな、お前の部分戦え。俺は勝利を呼び込む。次こそは我が知略でお前を倒す。農民ばかり集めて何をしておる。私が決断してやろう。本質の夢で次改めるぜ。やれ。人人を滑るものさ。到来戦。邪魔をする者は全て葬ってくれるわ。今日は調子が悪かっただけじゃ。今度会った時は覚えておれ。何度戦っても同じこと。我は大元漁師、天の声を聞く者よ。体力には気をつけろよ。